米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は9日、日本時間10日、敵地ニューヨークで行われたヤンキース戦に、2番 DH で先発し、8回の第4打席で左翼戦への二塁打を放った。打球速度60.3マイル、約97キロ、というドン詰まりの打球が、無人の三塁線を抜けていった。大谷にしては打球が遅すぎるチンダに、鎮打、2、 放送席は思わず大爆笑だ3対5と2点を追って迎えた8回の打席、右腕ウィーバーに対した大谷はカウント1月2日からの5球目、内角ボールゾーンへの速球を逆方向へ打ち返した。ヤンキース、内野陣は引っ張りに備えて右寄りに守っており、どん詰まりの打球が無人の三塁線を転々。1塁ベースを蹴った大谷は2塁に達した。 全米中継の放送席では大爆笑が起こった。米スポーツ専門局 ESPN で実況を務めるカール・ラベッチ氏が、これはヒットになりそうです。そして楽々二塁を陥れました。打球速度は60マイルで二塁打ですと冷静に状況を伝えると、解説陣が大爆笑。元ヤンキースのデビッド・コーン氏が、いい投球だったとしても、ヒットを打たれることもある、と投手心理を読み解くと。 阪神でもプレーしたエルアルド・ペレス氏は、打球速度がどれくらいだったかわかる。60.3マイルだ、ルイス・アラエスのオマージュみたいだな、と、あまりに遅すぎて驚いた様子だった。大谷は続くフリーマンの3ごろの間に察知し、スミスの儀比で4点目のホームを踏んだ。5月16日、日本時間17日の試合で牽制球を足に受けてから調子が上がらず、 この日も第1打席から中飛、右飛、左飛に倒れており、この試合初安打だった。